こんなにたくさんいる。あ、そうだ、明石の役場の隣のだ、開示記念館。なんとか先生の明石行けば。これは何かな、このタイプって。どっち行けばいい。山田、右方向です。この通りあっちなんじゃない。札幌ナンバーだよ、これ。ここじゃなくて、止まってって感じだよね。行けない警察なんですけども、はい、今ですね、ちょっとこちらの方で、道路の方がですね、訓練の関係で通行止めになってるんですよ。それで、今ですね、ある程度通過してってるんで、はい、もう少ししたら通れると思うので、多分お待ちいただいてた方が早いと思いますんで、ちょっと会場になるまでお待ちしていただいても大丈夫でしょうか。はい、すいません、よろしくお願いいたします。ガソリンスタンドあるからね。ハザード出しても本当は止まっとく。道路ど真ん中だから。ああ、警護みたいな訓練ね。おお、バイクだバイクだバイクだ。これ取れてんのかね。あれ、タクシーのうんちゃんも手伝いやってた。どうか。おお。なんか珍しいものに出会えたね。これ写真撮れてればいいね、これね。撮れてるといいね。あ、いかにもこれカメラ撮ってるのも悪いからね。ちょっとなんか言われそうだし。おお、雨降り。まあでも雨降りの警護の訓練も大事か。後ろから来たのね、一台。開示記念館寄って、橋渡って、大橋渡って、郷土館か。厚岸神社の方なんだって。郷土館。厚岸神社いいじゃん、ちょっと。こっち今ここだから、これこう行って、でついでにちょっとお店探して、行ったみたいだね。とりあえず向こう流してか。大丈夫。